ガオちゃんの西成チャンネル。どうも西成くすみます芸人ライオンのガオちゃんです。ギャオ世界の構造です。お願いします。ということで、めちゃくちゃええ天気の西成ですけども、ちょっとランチしようということで、こちらね、今日はちょっと気になる、鳥のお店のランチをちょっと行きたいと思います。はい。で、ここに、場所は花園町駅からすぐですね、朝日というところでございまして、26号線から、ちょっと、西へ入った路地にあるところなんですけども、はい。ってことあるんでしょ？ってことあります。知らこかったけど、さっき。ちょっとそこで。初めてのつけで行く、はい。焼き鳥屋？いや、なんか居酒屋。居酒屋で、ね、ちょっと鳥のランチやってるということ、はい。すぐはもう着きました。ここですか。わ、ええー、雰囲気やね。かわいいね。じゃあちょっとかましますか。はい、お願いします。行きまーす。西成チャンネルよせ丼と、ここは、刺身丼を注文しました。カウンターのね、ええ感じの居酒屋って感じでございます。安いですよね。めちゃくちゃ鶏の刺身丼で来れてるので、楽しみです。テイクアウトもあるんで。お酒も多いね。飲む人からしたらいいんじゃないでしょうか。でも鶏中心で居酒屋とかね、まあ、鶏屋さんでしょうね。ユッケ丼、で僕が刺身丼ですね。鶏刺身丼、うまそうやね。綺麗やな。すいません、ユッケなんです。こちら粉が潰していただきます。お願いします。このユッケ丼で、うわすごい弾力。うわ、ちょっと薄皮が、薄皮を取って取らないといけない。なるほど、すごい大胆な感じ。次のは醤油をかけて、チューリップかな、唐揚げもついてて、チューリップみたいな。鶏三昧ですね。僕もいただきたいと思います。いただきます。いただきます。ちょっと醤油をかけます。ありがとうございます。うわ、うまそう。うまそうやね。いただきまーす。味噌汁もいいですな。絶対うまい。刺身丼いかしていただきます。うわ、これ、これ700円でぐいね。めちゃくちゃうまい。マジで刺身みたいですね。めちゃくちゃ、わさびがまた合うわ。お米もうまいし、鶏新鮮やね。うまい。ちょっとチューリップみたいなのもあるんで、できます。めちゃくちゃうまい。ジューシー、柔らかい。うわ、うまいわ。唐揚げうま。ちょっとユッケ丼もいただきます。うまい。うまい。いや、これコーチョつけがたいね。めっちゃ、わさびとタレ、めっちゃ合いますね。タレとわさびと鶏の感じが。めっちゃうまいな。え、お米うまいな。
うん、美味しいわ。肉も分厚いね。めっちゃ入ってるし美しい。700円食べれていいんですか。安すぎるの。こらええわ。めちゃくちゃうまいぞ。こっちも定食もありますよ。うん、うまい。定食も結構あります。うまい。大当たりですね。ちょっとこれでいいよ。ちょっとこれでいい。これは幸せ。えげつないわ。十分ボリュームあります。わ、全部他のメニューもめっちゃ食えた。ラスト仕上げます。汁の中にも少なく入れてる。鶏尽くしですね。いや、これは鶏尽くしですよ。味噌汁もがっつりある。あ、うまっ。コーヒー頼む。すいません、アイスコーヒーやってて。2回もね、あるから多分ゆっくり飲みに行くときとかもいいんじゃないでしょうか。名店ですね。西成チャンネル、ありがとうございます。コーヒーもあります。最高です。鶏の刺身を食べてアイスコーヒー、コーヒーも飲まずに食べたいと思います。幸せやな。満足やね。いいお昼ですか。めちゃくちゃ美味しかったです。あ、そうなんですね。はい、元々は鶏の販売のお店をしてて、一回ね、あの食事も提供という形で、死ぬほどうまかったな。めちゃくちゃ安いですね。そうですね。はい、これは最高の店ですので、じゃあ来させてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、来てまうわ。今まで来てなかったことを後悔するぐらい。全部メニュー食べたくなりました。石成本もいい店が多いです。また
ません。ごちそうさまでーす。お店の名前ってトリキューさん。トリヒサです。あ、トリヒサさん。はい。すみません。トリヒサでした。はい。久しく鳥を食べれるようにという、僕の気持ちになりましたね。1650円です。これ大盛りでも一緒なの？あ、全然。あ、そう。はい。すごっ。鳥丼は大盛りでも同じ値段ということで。えげつないです。ごちそうさまでした。西成チャンネル。はい、ごちそうさまでした。いや、えげつないな。定食もめっちゃあって、全部めっちゃ、だって2人で1600やった。これの刺身の丼食べて、大盛りで。大盛りも値段一緒やって。丼ぶり。この辺のさ、いろんな定食とかもあるし、夜は居酒屋やし、これ、普通にめちゃくちゃうまいし。うどんとそばとかも気になりますよ、ね、うどんとかそばも気になるな。ほんで、土曜日になったら、なんか土曜日限定のスペシャル丼みたいなのがあるみたいで、それもぜひとのことやったんで。ちなみに鳥久さんと言ってましたが、鳥久さんでございました。はい、僕の中で久しく鳥が今後粘りついてくれると思います。でこの辺は朝日という地域で、でここね、食べ終わってすぐそこにね、朝日温泉さんという町銭湯がございますので、そこ行きつけですね。僕らも昔からよう行ってるところで、あの朝日温泉行って、仕上げてっていう感じで、ありがとうございますので、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。あのすぐ駅も近い。確かに。で、すぐね、有料の駐輪置き場もあるんで、駐輪場有料のちゃんとしたやつあるんで、1時間無料のとこあるんで、かなりいいと思います。いや、これはいいね。いやー、西成からこれは離れられへんの。ということで、西成チャンネルでは、こちら西成の情報とか、西成のお店とか、西成のお笑いのイベントとか、西成のイベントとか、日々の、活動を、上げますので、西成での、はい、ぜひチャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。ギャオギャオ。はい、こちら夜になったネオンがキレイキュー光る、朝日温泉さんです。美味しいご飯を食べたので、ここで風呂の魚になってサクッと入りましょう。西成、西成、西成チャンネル。